はい、はい、どうも、ちょべりです。てことで、今日はですね、今、絶対に売却しない方がいい選手、10選やっていきたいと思います。ということで、皆さん、こちら、ボックス整理の方はしていますでしょうかまあ、9月の中旬にね、大型アップデートがありますということで、その大型アップデートまでにこのボックスをね、整理しておいた方がいい。いらない選手に関しては、放出した方がいいですよっていうことをね、まあ、いろんな方言ってますし、僕も先日ね、動画にさせてもらったんですけれども、まずなんでね、 このボックスを整理した方がいいかっていうと例えばまあこんな感じでこの選手を放出すると以下のアイテムが獲得できますということで契約更新アイテムをもらうことができるんですよねでこの契約更新アイテムが9月のね大型アップデートのタイミングで抽選契約権に変換されますということでまあなのでこういうボックスのもういらない選手使わない選手に関しては売却した方がいいよねっていう風に言われてるかなと思うんですけれどもまあ今回はそんな中で僕が個人的にこの選手はもう契約切れてるけど 売却しない方がいいんじゃないかっていう選手を10名ですねご紹介していきたいと思いますまあ、もちろん中には使わない選手もいると思いますのでいらない選手とかね今後使い寄せが全くない選手に関してはどんどん売却しちって僕はいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、今回の10名に関してはね契約期間切れていてももしかしたら使う可能性もあるんじゃないかなと思いますのでぜひ、まあ、よかったら少しでも参考にしていってもらえると嬉しいなと思いますてことで早速ですね今絶対に売却しない方がいい選手10選ということでやっていきましょう ということで、まず一人目はこちら、ビッグタイムムバッペですね、ご紹介していきたいと思います。この選手はね、今も使ってる方結構多いと思いますし、もしかしたらもう売却した方もね、いるんじゃないかなと思うんですけれども、個人的にこのビッグタイム,ムバッペはね、まあ、残してオフ価値あるんじゃないかなと思います。もちろんね、最近登場した、ま、ショータイムのムバッペを持っていて、もう絶対に使わないですよって方はいいと思うんですけど、やっぱりどうしてもショータイムって、だいぶアップデートが反映されますので、これからムバッペがね、まあ 仮に怪我もしかしたら、まあ、D になってしまうとかね、そういう種ももちろんあると思うんですよね。そういう時にこのビッグタイムのね、ウアッペを持っておくことによって、いつでも B 固定で使うことができるということで、言ってもね、超タイムのウアッペとめちゃくちゃ差があるわけではないので、まあ、能力値を見てみてもね、このビッグタイムウアッペでも十分現環境で強いということで、まあ、個人的にはね、まあ、今後エピック のわップとかビッグタイムのわップが登場するまではまあショータイムのわップの他にこのビッグタイム残しておく価値はあるんじゃないかなと思いますまあ、やっぱり b 固定というのは個人的に大きいかなと思いますので、まあ、売却する際は要注意かなと個人的には思ってますねはいということでもわっぺでした続いて2人目はこちらビッグタイムビエラですねご紹介していきたいと思いますまあこれに関してはね結構好みが分かれてくるんじゃないかなと思ってますけれども個人的にはこのビッグタイムビエラも残しておく価値あるんじゃないかなと思います、まあリ っっっててていいいるののはねね最近やっぱり登場しししたエピックブーースターのビエラをですす、ね、獲得して使っている方も多いと思いますし僕ももちろんね、こちらを使ってるんですけれども、まあ、最新で登場したベラに関しては、プレイスタイルがハードプレスなんですよね。もちろん個人的にハードプレスすごい強いと思いますし、まあ、今の環境でもいいんじゃないかなと思ってますけれども、このビッグタイムはボックスというボックスということで、まあ、能力値もね、そこまでこう、めちゃくちゃ劣るわけではないですし、やっぱりプレイスタイルが違うのって、個人的には大きいのかなと思いますので、まあ、これからね、ハードプレス ででははなななくくてててねねボボッッククススととというボックスの環境になるっももあんんまり可能性としては、ね、高くないと思うんですけれどもやっぱりまあ僕的にはこのプレイスタイルが違う選手は残しておく価値もあるんじゃないかなと思います。まあもしかしたらね、自分はハードプレスではなくてボックスというボックス派だよとか、まあ逆もしっかりであるんじゃないかなと思いますけれども、まあこういうベラに限らずね、プレイスタイルが違うって選手に関しては、まあやっぱりめちゃくちゃ能力も強いですし、残しておく価値はあるんじゃないかなと思いますね。まあ今見てもこのビッグタイムビエラめちゃめちゃ強いんで、取っておいてもいいんじゃないかなと思います。 はい、ということで、ピエラでした。続いて3人目はこちら、ビッグタイムマラドーナですね、ご紹介していきたいと思います。まあ、個人的にはこのマラドーナもね、残しておく価値はあるんじゃないかなと思います。もちろんね、今後絶対に使わないですよって方はいいと思うんですけれども、まあ、現在僕も使用しているエピックのね、まあ、これよりも強いマラドーナに関しては、プレイスタイルが2列目からの飛び出しということで、このビッグタイムのブースターが付いていない以前のマラドーナに関しては、プレイスタイルがリンクフォワードなんですよね。なので、やっぱりメリットとしては無印で OMF ででで使うことができるというこことととがきるいまあ、そこまでね、2列目よりも無印の方がいいですって方も多くはないと思うんですけど、やっぱりまあ無印にはね、無印の良さもあるということで、まあこのビッグタイマルドーナも残して大価値あるんじゃないかなと思います。まあもちろんね、最近登場したエピックのマルドナの方はね、能力的にもかなり強化されているということで、まあもう絶対に使わないよって方は売却してもいいと思うんですけど、まあ僕は残しておこうかなと思ってますね。まあもしかしたらこれからね、リンクフォワードが強いっていうね、そういう時代が到来する可能性もね、少しはある いいんじじゃゃなななないい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 かかとととと思思ままますすししやっぱり無受賞で起用で用きるということで、まあ、このマラドもワン,ン残てておはい、ということで、マラドナでした。続いて、4人目はこちら、カカですね。ご紹介していきたいと思います。まあ、このカカに関しては、今回このブラジル版のね、カカを紹介していくんですけれども、AC ミランのミランバージョンのカカでもね、同じです。僕は取っておいた方がいいんじゃないかなと思います。このカカもね、今の環境でもめちゃくちゃ強いですよね。てか、登場してから、もうどんだけ立ってるんだって感じなんです けれどもマジで能力もめっちゃ優秀だよね。今の環境でもかなり強いんじゃないかなと思いますけれども、もちろんね、レアルマドリード版のね、カカもめちゃくちゃ強いと思うんですけど、やっぱりプレイスタイルがチャンスメーカーということで、まあ、このブラジルカカに関してはね、プレイスタイルが2列目からの飛び出しなんですよね。しかもブースターが付いてないんですけれども、能力値フめちゃくちゃ優秀ということで、結構現環境でもね、OMS とか、まあ、適正付けてサイドハーフで使っている方も多いということで、まあ、このカカは残しておく価値あるんじゃないかなと思います。僕もね、このブラジルカカに関しては左サイドハーフにね、適正付けて使って んでででですすけれどもも今の環境マジでめちゃくちゃゃく強いですからね、まあ、やっぱりプレイしたるねチャンスメーカーと2列目の違いはねかなり大きいかなと思いますしまあ、能力的にもねもう十分取っておく価値のある現環境でもかなり優秀な能力値してるんじゃないかなと思いますのでまあこのブラジルカカとミランバージョンのカカに関しては取っておいて僕はいいんじゃないかなと思いますはいということでかかでした続いて5人目はこちらライブレサラですねご紹介していきたいと思いますまあこの週刊駅のサラに関してはね復刻登場もしたと ということで持ってる方も多いんじゃないかなと思います。けれども、まあこのラインブレーカーすらはね。とっても価値あるんじゃないかなと思います。もちろん能力値がね。かなり強いっていうのもそうなんですけれども、やっぱりプレイスタイルラインブレーカーねまあ、唯一無二というか、これからもういつ登場するかわかんないですし、やっぱりブリッツカ株の皿はね。もちろんめちゃくちゃ強くはあるんですけど、プレースタイしたりかインスタのレシーバーということで、まあセンターフォワードで起用してもね。無印での起用になりますので、まあやっぱりラインブレーカーとて無印はね。結構違うかなと思います。まあ、このラインブレーカーすらは例えで僕はいいんじゃないかなと思ってますね。 まあ、シンプルに今の環境でもこれめっちゃ強い能力値してますよね。まあ、ドリブル数値も普通にそこそこあって、パスもうまくて、決力、スペシャンもあって、フィジカルコンタクトまでね、74まであって、ボディコンも96まであるということで、まあ、週間 NP でめちゃくちゃ強いなって感じはしてるんですけれども、まあ、今後ブースターとかがついてね、めちゃくちゃ強い週慣のサラとか、それこそまたショータイムとかね、エピックとかで、ラインブレーカーのサラが登場するまでは、まあ、契約期間ね、消えてるとは思うんですけれども、とっておく価値あるんじゃないかなと思います。はい、ということで、ライブでサラでした。 で6人目はこちら、週刊 f p のフレンキーデヨングですね、ご紹介していきたいと思います。まあ、よくね、バグ強化デヨングとかって言われてますけれども、まあ、このフレンキーデヨングもね、取っておく価値あるんじゃないかなと思いますね。まあ、ワンチャンビッグタイムのね、2列目からの飛び出しのフレンキーデヨング持っている方は、まあ、絶対に使わなければね、売却してもいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この選手はね、取っておく価値あるんじゃないかなと思います。まあ、センターバック登録で登場してバグ強化されているということで、まあ、プレイスタイルがビルドアップなんでね、一応まあ、中盤、 d m s とか cmf で無印で起用できるということで、まあこれも一つの違いというか、まあいいポイントでもあるんじゃないかなと思いますけれども、改めて見てもこれノールッチめちゃめちゃ強いよね。まあ僕的にはセンターバックではなくて dmf とかね、cmf で使った方がいいんじゃないかなと思いますけれども、まあこのドリブルパス数値、ディフェンス値もね、優先ボールダッシュはこんだけ高いということで、まあほんと週刊 FP 史上最強といっても過言じゃないぐらいめちゃくちゃいい選手かなと思うので、まあこのフレンキーデオンゴはね、取っておく価値あると思いますし、まあなかなかこのレベルの週刊の選手はね、今後も登場しない いいんじゃないかなと思いますのでまあ課金税はもちろん特に無課金美課金の方はこの選手は取っておいた方が僕はいいんじゃないかなと思ってますねはいということで週刊 f p のフレンキーディヨングでした続いて7人目はこちらワールドカップ週間 f p の戻り地ですねご紹介していきたいと思いますこの選手もね僕はかなり残しておく価値あるんじゃないかなと思ってるんですけれどもワールドカップ期間にね登場して今契約期間切れてるんじゃないかなと思いますけれどもめちゃめちゃ強いですよねまあ、普通に玄関級でもね本当ライブアップルとか A とか B 乗っかってきたらもう余裕でガチスカット級だと思いますまあ、特に無ガキン B ガキの方は絶対にとっておいた方がいいんじゃないかなと思いますね本当にプレイメーカーの中でもね最強レベルかなと思います、まあ、まずこのドリブルパス打ちでディフェンスもこんだけできてまあスピードはねあんまりないんですけれども瞬発も84まで行ってフィジカルコンタクトもあってボディコンも93まで行きますということでまあめちゃめちゃ強いよねまあ、この選手も最近はあんまり使っている方多くないですしまあ契約期間もね出ているってこともあって最近見かけない感じでもあるんですけれども まあ課金制でねもう絶対に使わないよって方はこの選手もいいと思うんですけど僕は取っておいた方がいいんじゃないかなと思ってますねまあまずカードもかっこいいしねこんだけ強い習慣もなかなかいないということでまあ絶対にね無課金無課金の方は取っておいた方がいいんじゃないかなと思いますはいということでモドイッチでした続いて8人目はこちらワールドカップ週間のムワッペですねご紹介していきたいと思いますこのムワッペに関してはマジで僕ショータイムワッペとかビッグタイムワッペ持ってる方も取っておいた方がいいと思います もう全ユーザーね取っておいた方がいいんじゃないかなと思ってるんですけれどもこのオンバペマジでめちゃくちゃ強いよねもう今見てもねめっちゃ強いなって感じがするんですけれどもやっぱりこのオンバペの一部のポイントはこの2列目からの飛び出しまあこれですよねもう両サイドハーフの適正があってサイドハーフで使えば無印で起用できるということでまあこれだけでもね取っておく価値があるんじゃないかなと思いますまあ、あとはセンターフォアルとかねウイングでもやっぱり無印で起用できるということでこれもいいポイントかなと思いますし能力値もマジでめちゃめちゃ強いよねもうドリブル筋全部90 ててきて決定力も90まで行ってててパススももも上手くくピード瞬発もこんだけ高くてフィジカルコンタクトも79まであるんでですよねマジでめっちゃ強いなって感じがあるんですけれどもまあこのワッピはね僕未だにたまに使うことありますしまあショータイムとかビッグタイム使うからもういらないよって方いいと思うんですけどやっぱりまあ二列目ってね本当に魅力的かなと思いますので個人的なこのワッピもねスカットによっては全然玄関環境でも入ってくると思います僕は無課金、無課金税の方はもちろん課金税の方もこのワールドカップ週間ワッピはとっておます 価値あるんじゃなないいかなと思いますねはい、ということで、マップでした。続いて、9人目はこちら、エゼですね。ご紹介していきたいと思います。こちら、習慣ヒピロンエゼ持ってる方多いんじゃないかなと思いますけれども、このエゼもマジでめちゃめちゃ強いんで、取っておく価値あるんじゃないかなと思います。特に目かきにカかきの方は絶対に取っておきましょう。プリエサルもね、2列目からの飛び出しということで、身長173センチ、めちゃめちゃいいんですけれども、ポジション的でこんな感じということで、能力マジでめっちゃ強いよね。もう今見ても、ほ 本当に強いなって感じがするんですけれども、このドリブル数字でパスもね、ブランダーパス86まであって、決定力も83まであって、スピードが88、瞬発も94まであるんですよ。しかも今見たらフィジカルコンタクトもこれこんだけあるんだね。77まであって、ボディコンも93まであるということで、この選手もね、週間 f p の中でも本当トップ5に入るくらい、めちゃくちゃ優秀なね、選手なんじゃないかなと思いますけれども、まあ、プレイスタイルもね、ノーロッ値も完璧で、もう、玄関強度もね、ブースターついてないんですけれども、マジでめちゃくちゃ強いということで、まあ、最近、 登場したね POTS のエゼと比較してみてもねやっぱりこの週刊 FP エゼは物攻撃に個人的に強いかなと思いますのでまあ、スピード面はね負けてるんですけれどもいやかなり取っておく価値あるんじゃないかなと思いますまあ最初も言ったんですけれども現環境ともめちゃくちゃ強いかなと思いますので特に無課限無限の方は取っておく価値あるんじゃないかなと思いますはいということでエゼでしたそして最後はこちら指名契約のヘイニードですねご紹介していきたいと思いますこの選手もね持ってる 結構多いいいいんんんじじゃゃないかななななかかかとと思思うんですすけれどもままああっりるね今見てもこれ、ぶっ壊れ級にマジでめちゃくちゃ強いですよね。まあ、左サイドバックの守備的サイドバックということで、ワンチャンセンターバックでもね、やれるんじゃないかなと思いますけれども、このディフェンスちしかもスピード瞬発も救助乗っかってくるということで、まあ、ドリブルパス値に関してもね、全く上げていないんですけれども、そこそこありますと。フィジカルコンダクトも8っていう感じで、まあ、センターバックにした若干不安かなって感じはありますけれども、マジでやばいよね。まあ、守備的サイドバックの左 サイドバックなかなかいい選手ね、あんまり多くないかなと思いますし、まあディフェンス打ちはもちろんね、このスピード、瞬発まで90を超えてくる選手ってなかなか本当にいないんじゃないかなと思いますので、いや、この指名契約併入度もね、まあ特に無課金、無課金の方は売らないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ僕はね、課金税の方も取っておく価値がある、それぐらいこの選手はめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思いますね。今週はね、ライブアップデート D ということはあんまり使う機会がないかなと思うんですけれども、まあイフットボール2025でもね、かなり使えるかなと思いますし、個人的には取っておいた方がいいんじゃないかなと思います。 はい、ということで、ヘイニードでした。はい、ということで、今回は今絶対に売却しない方がいい選手10選ということでやっていったんですけれども、いかがだったでしょうかまあ今回紹介する10名はね、もしかしたらめちゃくちゃ課金していて、もういらないよって放出した方もいるんじゃないかなと思いますけれども、まあ個人的にはね、結構唯一無二の選手も多いんで、とっておく価値はあるんじゃないかなと思います。まあいろんなご意見あると思いますので、ぜひね、皆さんこの動画のコメント欄で残していってもらえたら嬉しいなと思いますね。はい、こんな感じ、イフッうとものが毎日投稿してますので、ぜひよろしければ、 コメント、高評価、チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。